だっつ。いいやつ感がすげえ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年4月15日土曜日の午後1時17分です。今日は土曜日なので、トタケケさんが広場で演奏されています。リクエストもお気軽にとのことですので、皆さんふるってご参加くださいね。それでは、本日も楽しい一日になりますように。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ということでやっていきますか。どうした？空を見上げて。あら、いのさん、お会いできて嬉しいでした。ふん、おしゃべりしよう。うふふ、お互い素敵な一日になるといいですよね。だふんね、私は今から仕事に出発するんだね。見て見て、このプランター可愛くない？イースターのやつ可愛いと思ってまた買った。いいね、あのイースター系のやつ。お店で売り寄るやつ、めっちゃ可愛いの多い。よきよき。やっほー、おかえり。あいな、事務所でたくみさんに挨拶してきなよ。了解です。さあ、今日はどんな依頼かな。あいなちゃん、待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。普通の依頼っぽいね。アイラちゃん、どうしたの？お仕事する？します。オッケー、お仕事を始めるのね。今日もよろしく。この格好にめっちゃ合った髪型だなさーて、今日の依頼は、合宿してる気分になる、そんな場所で過ごしたいな。合宿したことないからわからない。流れゆく景色を眺めながら自分自身と向き合いたいな。どういうことかがわからないどういうのになるんだそれは。なんでだろうな、海を見ると懐かしい気持ちになるんだ。君がタコだからじゃないかな。毎日身長を測ったりして記録をつけたら楽しいかも。保健室みたいな感じ。アート作品を並べたカフェで黄昏たいのよね。ふんふんふん。趣のある日本庭園を眺めて暮らせたら素敵だろうな。めちゃくちゃ難しそう。アート作品を並べたカフェ。よし、それで行くか。私に何かご用かしら？あなたは？そう、匠ライフの人なのね。私ね、別荘が持てたらなって思ってるの。この辺りにどっかに別荘があったら素敵よね、セボン。お聞かせください。そう言ってもらえると助かるわ。じゃあ詳しい話はこれからゆっくりね、セボン。任せてください。それじゃあ詳しい話をしていきましょう、セボン。私の理想の別荘はこういう感じなんだけど。アートなカフェ、花子様。なんだあれ、テーブルか個性的だな。なるほどです、素敵なイメージですね。ではエイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げちょうだい。アートな感じの、なんかちょっと静かな感じの、こういうところでさ、ひっそりっていう感じがいいんじゃない。アートなカフェ、ここにしよう。あら、いいじゃない、早く行ってみましょう、セボン。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てかどちらを希望されますか？1階建てにするか2階建てにするか、やだ悩んじゃう。あなたはどっちがいいと思う？1階建てで。そうよね、私も1階建てがいいと思うわ、セボン。だって喫茶店と、まあ、そのアート、そういう美術館的な、なんか別れとんやったらあれやけど、眺めながらって寄ってけん、まあ、一緒に存在しとるってことで一回でいいんじゃないかな。では花子様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。あいなちゃん、花子様を現地にご案内してね。了解です。さあ、着いた着いた。なんかあれはね、表
思ったより狭いね。わあ、素敵な別荘ね。実物を目にするとますます胸が躍るわ、セボン。ここからどんな風にしてくれるかとっても楽しみね。よろしく頼んだわよ、セボン。ということで、さあ開始していきますか。まず外には、外にもなんかいろいろと置きたいけど、まずは木とか置いとくか。植物、針葉樹とかでいいかな。ライトアップの針葉樹、いや普通でいっか。でも下砂浜なんやけどね。まあ、その辺はお気にせず、気にせずということで、こんな感じで、まさゆり対象に置きまして、家変えよう。どんな感じかな。もうおしゃれな感じがいいよね。アイアンなドアプレート。よし。これで、あとは、そう、外にね、なんか像的なものも置いときたいよね。偉大な彫刻。いや、まずはポスタースタンド。ブラック、シルバー、ゴールド、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン。シルバー。まあ普通に陶芸店でいっか。で、こう、置いて、偉大な彫刻。これを、脱。威圧感がすげえ。この木邪魔かな。こんな感じで。邪魔な気がするけど。めっちゃ邪魔な気がするけど、ちょ、木のけて、建物をちょっとこっちに移動させる。いや、でも一番奥に置きたいんよね。こんな感じか。で、こう。あ、こんな感じでいいかな、外。オッケーオッケー。じゃあ中やっていきます。よし。今回絶対使わんといかんのが。うわー、個性的だな。そっか、カフェなんよね。これ中になんか飾れる？あ、ちょっと待って。これもう一つあって。窓のところがいいね。こう置くやろ。で、まあこういう感じで置いといて。で、こっち側をってことにしようか。あ、まず壁紙と床を。壁紙。青いパネルモールド壁。これちょっと真面目な感じになるよね。ベージュのモロッカンタイル壁。あ、まあ、個性的。サイケ。じゃあ、まあ、外にこの偉大な彫刻を置いたけん、中は美しい彫刻と、あと母性あふれる彫刻。まずちょっと、はい。そっかそっか、方向は決まっとんやな。こんな感じで。これね、左右逆にできたらいいんやけどね。それはちょっと難しいか。中に何も入れれんのかな。
あ、ライトどうしよう。モロッカンランプ。とかかな。まあ、この辺のやつを。つけて。いにしえの彫刻。これ中入れれる？あ、入れれる。よしよし。このサイズのやつが、もうちょい欲しいんやけど。あー、この辺のライト付き展示台。こういうの乗せれんか。そのサイズのものはさすがに乗せれんか。くそ。こういう感じで置いといた方がいいんかな。で、これを、もう一個こっち側に。これなら、まあ、反転してなくても、いいのでは。あ、壺とか置いたらいいかな、上。壺的な、どういうところにある？その他？天井、壁掛け。そう、壁掛け何掛けとこうかな。鹿のオブジェとか。とりあえず鹿のオブジェを。え、どうしよう、どこにかけよっか。この辺とかでいっか。動物で揃えて。んで、あとは、あ、こっちの席の方とかには、絵を飾っておこうか。近くで見れるのね。綺麗な名画。あ、違う違う。そういう感じじゃなくて、壁掛けにしたいんだ。ちょっと待って。はい、壁掛けにしたいんだ。んで、落ち着いた名画と、類いまれなる名画にしよっかな。んな感じで。これ下合わせたいね。全然合わねえ。ここか？あれ？下がっとる。上か下かしかないんか。ちょうどいいところは。あー、ないな。くそー、気になる。まあいいや。これで。んで、あとは、あとは、イベント情報的な感じで、この辺の掲示板。を、まあ、ここに貼り出しておきまして。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？あ、で、そうよ。壺を置きたいんよ、壺を。どの辺にあるんだ？小物？この辺に、壺。あれ、この辺じゃないんかな？こういうところにありそうじゃない？あ、ほら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 。どういうのがいい？亀、金の水亀、金属の亀、青磁の壺、小ぶりな壺。小ぶりでいいかな？本当はでかいのがいいけど。小ぶりな壺。よし。んで、あとは、と、それを乗せる台をこの辺から
どのあたりだ？モロッカのトレイテーブル。よし、これで。めっちゃうるさそう。うわ、耳元らへんじゃないこれ。絶対うるさい。こっちこっち。よし。んで、こんな感じで。よしよしよし、いいんじゃないでしょうか。こんな感じでどうでしょう。うふふ、どんな感じ？完成しました。できたのね。ありがとう。こういうなんか個性的なところでひっそりとあるところやけん。もうなんか、一組様のみって感じでいいんじゃない？中に入れるの。そういうとこあるよね。前もなんか、花子様アートなカフェ。テレビとかでもさ、なんか一日一組様限定みたいな旅館みたいなのあるやん。そういう感じで、まあ、泊まるわけじゃないけどね。アートを楽しむ。いや、良きっすね。納得？気に入ってくれました？絶対落ち着かんけど。今日はどうもありがとう。素敵な別荘もできたことだし、ゆっくり過ごさせてもらうわね、セボン。ゆっくりできます？では失礼します。そう、気をつけて帰ってね。ここには居座ってきていいんだから、セボン。ありがとう。ただいま帰りました。あゆのちゃんお帰り。お疲れ様。はい、今回のお給料1万5000ポキよ。あざす。そうそう、実は今回のお仕事、別荘作りの記念すべき30件目だったの。おお、マジで？別荘をお持ちのお客様を30人まで増やしたってことだから、イベントに向けての目標も達成よ。おお、30人やったんや、目標。というわけで、みんなでお出かけしてお祝いしましょう。場所はレストランがいいかしら？それともカフェにする？前レストランでお祝いしたよね。カフェにしようじゃ。いいわね。じゃあカフェでお祝いしましょう。了解です。では改めて、別荘作り30件達成お疲れ様。イエーイ。やったね、アイナ。ついに30件か。やるな。お疲れ様。無言かと思った。みんな、グラスは持ったわね。ではでは。今回はカフェ貸し切りか。乾杯。いろんなところを貸し切る奴らだな。この島を発展させてきた人たちやけんね。で、みんな心よく貸し切らせてくれよんやろう。それにしても、アイラちゃんが別荘作りを頑張ってくれたおかげで、この辺りも随分活気が出てきたわね。ねえ。だよね。人が増えて、すっかり賑やかになったよ。会場もいい感じに設営できたし、これならイベントも盛り上がるだろうな。うんうん。みんなのおかげで順調に準備を進められたわ。そうそう。ナッティさん、イベントで流す音楽の手配は大丈夫そう？任せて。お。ってことは残りの施設を完成すれば準備は全て完了ね。まだ施設があるのか。施設は残り一つなんだけど、実はさっき連絡があって、その施設を作る許可が下りたのよ。残り一つ。何を作るの？今は秘密よ。後でちゃんと説明するから楽しみにしてて。それじゃあ引き続き力を合わせて頑張っていきましょう。おー。いいね。え、じゃあこれで30件達成で、まあ、イベント会場もできとって、施設は残り一つ。イエーイ。ということは、その施設を作ったらもうこの島完成みたいな感じ？一応エンディングってことかな。まあ、多分、なんて言うん、ハピ盛りみたいな感じでさ、まあ、住民というか、いっぱいいっぱいまでやっていけるんやろうけど、まあ、とりあえずストーリー的なものはそこで終了って感じになるのかな。
はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。あれかな、一回これ出た方がいいんかな。イベント開催までもう一踏ん張り、今日はいっぱい食べて飲んで力をつけてちょうだい。あ、でも食べ過ぎにはお互い気をつけましょうね。またお腹壊すけんね、たくみさん。あ、もう戻る？戻ります。じゃあそろそろ開きにしましょうか。ほい、ということでじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、こっちの島、仕事にやってくる島がちょっと終わりが見えてきた感じやね。すごい。で、次何の施設なんやろ。病院、学校、カフェ、あとなんだ？わからん。